改めて、レン、好きだ。本気でレンが好きなんだ。どうか、俺の恋人になってくれ。おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？告白は嬉しいものだろう。それが、同じ男で、しかもライバルとして争い続けた奴が相手でなければの話だが。レン、好きだ。恋人として僕と付き合ってほしい。え、ねえわ。そうか。それで断ったんだ。それでも何もありえねえだろ。男同士だし、そもそもあいつとはずっと部活で争ってたんだぞ。ライバル心が恋心になるか。俺からすればお前ら二人ともお互いめっちゃ意識してると思うけどね。はあ？少なくとも俺はライバル以上に思ったことねえわ。鈍感。変な邪推すんな。はいはい。ああ、そうだ、あいつ、いつきはずっと俺のライバルだ。それ以外の何者でもない。入学してからずっと部活で勝っては負けて、実力差はほぼなし、成績だって似たり寄ったり、身長差だけは少しだけあいつが上。とにかくあいつが俺を好きだなんて絶対にねえ。お前があいつを、じゃなくて？それもねえけど、いつきの野郎、一体何考えてんだよ。告白してもまるで信じてもらえないなんて、いつきもかわいそうだな。ねえ！ひゃあ！好きだ。レン！今日は僕の勝ちだね。くそー！いやー、見事な一本取られたな。あいつが妙なこと言うから。もしかしてそれが目的か？それこそねえわ、お前じゃあるまいし。あ、ん？なんだよ。あ、あのさ。なんだよ、やっぱり本気なんかじゃねえんじゃん。いや、多分だけどさ。何気を使おうとしてんだよ。別に気にしてねえって。さっさと行こうぜ。おい、初めっからあいつの告白なんて本気にしてなかったさ。なのに、なんで。レン、好きだ。恋人として僕と付き合ってほしい。は？嘘だろ。だってお前、マネージャーちゃんと付き合ってるんじゃ。ん？何を言ってるの？だって昨日花屋でマネージャーと。何笑ってんだよ。ごめん、あれはレンに持ってくる花をどれにするか相談していたんだ。はぁ？もしかして焼き餅焼いちゃった？うるせえ。付き合ってたんじゃないのかよ。俺宛てってマジか。頼りになるマネージャーだな。どうやらこれで正解だったみたい。いや、まあここまでされたら信じるっつうか、花束ってお前。言葉だけじゃレンは信じてくれないと分かったからね。改めてレン、好きだ。本気でレンが好きなんだ。どうか俺の恋人になってくれ。ああ、もう畜生、こんなの認めるしかないじゃんか。告白は嬉しいものだろう。それが同じ男で、しかも
ライバルとして争い続けていたやつが相手でも、好きだったらもうめちゃくちゃ嬉しいに決まってる。ねえ、まだ返事聞いてないんだけど。うん、